はですね、先輩の、バイクのフロントタイヤを交換していきたいと思います。今日交換するタイヤはですね、ミシュランの、トライアルライトっていうタイヤで、まあ、先輩が調達してきた、まあ、新しいタイヤということで、まあ、12年の28周ですね。で、2012年28周、まあまあ新しめのタイヤということで、こちらに交換していきたいと思います。結構ね、目もまだ結構あって、ひびもこう割れてないということで、わりかしこう新しいタイヤですね。トライアルライトって書いてますね。はい、こちらの、製造年が1228なので、2012年の28周に製造されたタイヤということになりますね。で、ミシュランですね。こちらに、変えていきたいと思います。で、今履いてるタイヤはですね、こちらはあのブリヂストンのトレイルウィング、まあ、純正タイヤなのかな。これはあのこちらに、1505って書いてあるので、2005年の15周に製造されたタイヤだと思います。まあ、目はね、あるんですけど、まあ、結構ゴムなのでね、結構硬化してるっていうことで、まあ、適当に交換しておいてって言われたので、交換していきたいと思います。で、またちょっとこれ整備動画っていうよりも、まあ、備忘録っていうか私の雑記帳みたいな形で、撮っていきたいと思いますので、あらかじめご了承いただければと思います。では早速交換していきたいと思います。はい、ではですね、これから、タイヤを外していきたいと思いますけれども、使う道具はですね、まあ、タイヤ、右側がですね、14ミリですね。そして、左側が、17ミリ。こちらで使ってやっていきたいと思います。まあ、ラチェットのコマを使う時もあるんですけど、まあ、今日はちょっとこれでやっていきたいなと思います。はい、今セットしましたのでね、左側で、絡まりしないように17ミリで、固定して、で右の14ミリで、外していくという形ですね。まあ、ラチェットのコマを使った方が早いですけどね、まあ、なんとなく今日はこれでちょっとやってみようかなって感じですね。まあ、細かい、まあ、流れとかについては前回も挙げてるので、まあ、なんか適当に、撮って、備忘録みたいな感じで残していきたいなと思います。あとはね、こういうふうにだけですね。はい、それで以前の動画にでもですね、挙げてるけど、まあ、反対側の17ミリの、ナットをそのままつけたまま、まあ、こういったショックハンマーですね、フルトシャカシャカのようにこうショックハンマーを使って、マスクシャフトをね、ちょんちょんって叩いて、でこちらが出てきますので、まあ、出てきたら、反対側のナットを外して、でこれはまあ手でもいけると思うんですけど、これで手でいけそうですね。手でスーッと抜いちゃうような感じですね。で、後でまあこれは綺麗に清掃してグリースアップして戻していきたいなと思います。では早速外していきたいと思います。はい、ではですね、外していきたいと思います。で今ですね、もうこちらはもう、ここにフロントタイヤ引っかかってるだけですので、ホイールが引っかかってるだけですので、もう反対側から、ドラムの、ケースを外せばもうスッと取れるような感じになりますね。これで外れましたので、早速ですね、タイヤ交換していきたいと思います。はい、ではですね、これからタイヤを外すにあたって、空気の方を、ね、抜いていきたいと思います。まずゴムのキャップを外して、で先輩のバイクはですね、まあ、こちらに、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ここですね、ここに、もう一度外していますけれども、あらかじめですね、のしゴムを外す先っちょがもう備え付けられているというか、こういうやつですね。これがあるので、せっかくなのでね、こちらを使っていきたいと思います。これで外していきます。まあ、山のね、林道の中とかでパンクした時にもうなるべくすぐできるようにということで、こういうリムっていうかね、タイヤもうくっついてる方が結構手間がなくていいと思います。今これ、ね、外れましたので、空気が抜けて、はい、反対側もねちょっと、こちらですね、緩めて外していきたいと思います。
はい、ではね、早速外していきたいと思うんですけど、まあ、私はですね、こういったあの片方メガネで、反対側こう早回しになっているような、これを、ね、今回使っていきたいと思います。両方12ですね、はい、ではですね、12でこう浅いので、早く回すには結構いいですね。で、最初トルクがかかるところだけはこのメガネでやってって感じですね。で、緩んじゃったらもうこっちの早回しの方でやっていく感じですね。で、ここまでやったらもう手で緩みますので、手で緩めていきたいと思います。はい、手で緩めていきます。まあ、チューブが入ってるタイプとチューブレスと、まあ、両方ね、タイヤ交換あるんですけど、まあ、私の場合はまあ、チューブのタイヤはね、すごい昔は嫌だったんですけど、まあ、最近は逆にビード落とすっていうのがスッと落ちるのでやりやすくて、どっちが好きとか嫌いとかなくなりましたね。オフロータイヤってやっぱりその未だにやっぱりチューブが多いっていうのは、山とかでこうこのゴムがね裂けちゃったりとか穴が開いちゃっても中にチューブが入ってることで、チューブをね修理すれば走り続けることができるということで、多分それ採用されてるんじゃないかなと思います。チューブレスもね増えてきたと思いますけど、今ビード落としてますけども、手でスッと押してあげるだけでもうビードがこういう風になへなに落ちてきますんで、あとはね、最初の一発目だけ、レバーを使って慎重に外していきたいと思います。はい、ではですね、早速、ビードの方をね上げていきたいなと思います。で、私使うのはですね、こういうタイヤレバーを、2つですね、こちらで、あとはそのペーパーをめくっていくのはこう自転車用の、こういったものでなるべくそのチューブに、負担かけないようにいきたいと思います。では最初の一目振りだけ、慎重にね、力をで全部起こしすぎちゃうと、チューブに負担かけちゃうので起こしすぎないようにして、いきたいと思います。全部ねグッと押しすぎちゃうと、チューブに負担かかっちゃいますので、でここまでいったらもうあとはそんなに硬くないので、自転車用のやつでこれで起こしていきたいと思います。あとはですね、自転車用のこういったものが他にもありますので、これでやっていけばそんなにそこまで慎重にやらなくても浅くしか入りませんので、これでペロペロめくっていきたいなと思います。じゃあですね、次はね、先にねチューブを外しちゃいたいと思います。慎重にこれでチューブが外れました。このねチューブさえ外しちゃえばもうあとはタイヤをベロッと外すだけなので、ですね。で、まあ、今回このチューブはちょっとサビとかそういうのは出てるんですけど、まあ、チューブ自体はね全く傷で状態もいいので、これもリムバンドで、ね、再利用します。では早速タイヤの方を外していきたいと思います。はい、ではですね、外していきたいと思います。でも私の場合はですね、タイヤレバーで、タイヤレバーで、反対側に、突っ込ん で反対側にですね、こういった運転みたいなやつを、リムが傷つかないように当てて、それで、あとはショックハンマーでコンコンって叩いてあげるような感じでいつもやってますね。
感じですね。で、ここをコンコンって叩いてあげれば落ちてきますので、あとはもう手でいけると思いますので、手で煽ってそれで取れるって感じですね。これで取れました。特にオフロードバイクでも、フロントタイヤは自転車の延長線みたいな感じで結構簡単に取れちゃいますね。こんな感じですね。で、今、リムとタイヤがリムしました。タイヤの目がまだあるし、このね、まだひびも割れてないということで、これはこれでまたね、バイク走ってる、別の先輩がね、ちょっとこれは別の用途で使うってことなので、外したらね、お届けしたいなと思います。で、今回ね、新しく買えるタイヤはまた後でね、さっきのミシュランのタイヤ、組んでいきたいと思います。ちょっとまあここら辺はちょっときれいにね、今ちょっとして、ちょっとお掃除してから組みたいと思います。はい、今ですね、リム、ちょっとホコリとかを、きれいにして、で、大体何も汚いところとかなくなったので、これでね、やっていきたいと思います。リムバンドもね、まだいけそうなので、ちょっとサビとかはついてますけど、まあ、この辺はね、普通だと思いますけど、ね、ちょっとこれよれちゃったりとかしてますけど、この辺も許容範囲ということで、このまま。たいと思います。次ぐらいはね、これ変えた方がいいかもしれないですけどね、ちょっとなんかヨレッとしちゃってますね。まあ、この辺はね、ちょっと見なかったことにして作業したいと思います。ではですね、ちょっとね、滑りを良くするために私の場合はね、まあ、こういったリムにね、ちょっとね、リムにね、塗っておきます。滑りを良くするために中はね、チューブが滑らないといけないので塗らないですけど、このリムの端っこだけね、ちょっと塗っておきたいなと思います。中はね、こういうベビーパウダーみたいなパウダーとかもね、結構滑るんで使うときもありますけど、まあ、今回はなしで、タイヤの方も、滑るように前週にわたってですね、全身塗って、まあ、そのベタベタ塗る必要ないと思うんですけど、軽くね、塗っとくだけでもだいぶ違ってきますんで、ね、やっていきたいと思います。で、まあ、中にはね、回転方向があるタイヤもあるんですけど、まあ、こちらのタイヤは、まあ、こういうブロックのタイヤですよね、特に回転方向がね、なさそうですので、こちらの、ラベルですね、こちらの12年の28周のラベルがついてる方をね、右側に、で組んでいきたいなと思います。では外した時と同様に、こちらのレバーを2本使って、組んでいきます。で、ビートストッパーの方から入れて、そして、入れていきます。こう入れた時にね、チューブレスだともうちょっと硬いんですけど、チューブタイヤなんで結構余裕があって入れやすいですね。でこれで入りましたんで、片側ですね。でこの隙間からですね、チューブを、先ほどのチューブですね、こちらのチューブを、入れていきたいなと思います。じゃあまずね、ちょっと押し込んでいきたいなと思います。ちょっとこのタイヤの中に、きしめんのように曲がらないようにね、ちょっとずつ
押し込んでいきたいなと思います。チューブレスだとね、こうチューブをこう押し込むとか破けるとかそういうのはないんで、気持ち的には楽ですけど、あのビードを落とすのが硬かったりとかね、ビードブレーカーがないとちょっとしんどかったりとかあるんで、まあ、一長一短ありますよね。だから私の場合はオフロードの、あのやつはどっか出かけるときにチューブレスとかだと、あの本当にあのパンク、ちょっとしたパンクだけだったらいいんですけど、もうザクッと裂けちゃったりとか、まあ、そういった時なんかも、チューブのタイヤはチューブを、チューブがね無事っていうか、チューブが裂けちゃってもチューブを修理すれば、あの自走で帰ってこれるんですけど、チューブレスの場合は、本当にあの釘とかそういうんじゃなくて裂けちゃった場合はもう自走で帰ってこれないんで、そこら辺のリスクを考えると、一人でね林道とか行くとかだと、チューブタイヤの方がちょっと保険になるかなっていう、そんな気はしてますけどね。まあ、どっちもどっちですよね。どっちも好きですけど、で今ね、こちらの、チューブの先っちょが出てきましたので、落ちないようにね、ちょっと仮に、外れ防止にちょっとこちらのワッシャーっていうかをなんと、仮にやっときたいなと思います。であとは全体的にこうチューブがしっかりとねじれないで入っているかどうかを確認してから、少しずつね入れていきたいと思います。なるべくちょっと私の場合はちょっとチューブね破けたりするの嫌なんで、なるべくその工具使いたくないので、足で押さえながら来ます。足で押さえながら、手で押さえながら、少しずつ入れていきます。で半分ぐらいまで行くと結構もう厳しくなってくるので、もうね半分3分の1ぐらいで、ね、ちょっと硬くなってきたので、自転車用のね、レバーを使って入れていきます。自転車のレバーって浅いので、そんなにチューブに対して神経質になることもないので、少しずつ、入れていきたいと思います。なんかそのプラスチックなのでね、普通 の鉄製のレバーよりも力はかかるんですけど、気持ちが楽なので私はこちらを使ってますね。で、今までですね、あと、まあ、5分の1ぐらい自転車用のレバー使ってきたんですけど、あと5分の1ぐらいはちょっとさすがにこれだと力がかけられないので、まあちょっと思いながら最後はちょっとこちらで移動を入れていきたいなと思います。でその時にこちらのリードストッパーがありますので、こちらのところにですね、レバーをかけるように、まあ、最後かけるようにすればチューブを噛まなくていいので、私はそのようにしております。ではですね、いきなりまだリードストッパーで一発ではいかないので、少しずつ浅くかけながら、慎重にちょっと手でねチューブ噛んでないかどうか確認しながら行きたいなと思います。でここのビードストッパーあるところは、ストッパーの内側にレバー入れればチューブを噛むことないので、ビードストッパーあるバイクはちょっと最後のこの入れるところはいいですね。気持ち的に楽です。で入りました。あとは空気をね入れていくだけですね。で今ですね、もうビードストッパーのところを入れて、全周入りましたので、まあなんか不自然な入り方してるところがないか、ちょっと全体的にこう見ていきたいなと思います。反対も裏返して、大丈夫かと思いますね。ビードも落ちてますので、ではですね、こちらの、バルブの方もね、締めて、こちらのビードストッパーの方も締めして、それでタイヤの方を、組んでいきたいなと思います。
これで、ま、空気はね後で入れるとして、はい、で、ま、あとはね、元通りに分でいくだけなんですけれども、ちょっとね先ほど外したアスクルシャフトをですねちょっとね、清掃してグリスアップしてから、戻したいなと思います。はい、こちらがですねアスクルシャフトですね、まあ、これもちょっとね清掃してグリスアップしていきたいと思います。今ですね、こちらのアスクルシャフトですね、まあ、清掃して、ねグリスアップしてきましたのでタイヤは、元通りですね戻すだけですね。特に回転方向もないタイヤですので、まあ、こうやってブロックタイヤですので、まあ、ドラムケースの位置だけ逆にならないようにして、戻すだけですね。で右側が、14ミリで、左側が17ミリで感じていきたいと思います。じゃあ元戻していきたいと思います。したのと、まあ、逆の手順でやっていくだけですね。先に、仮にね、こういう風にやったら、ドラムのケースをね、入れたいと思います。はい、今ですね、反対側からドラムケースを入れてきましたので、まあ、あとはですね、まあ、こういった部品を、入れて、はい、今ですね、こちらスクリューシャフトを手で入れるだけ入れて、でもうある程度ね硬くなってきたら。手でもね、グッと入るんですけど、一応ゴムハンマーでちょっとやっておいて、で反対側はね、17ミリ手で締めるところまで締めて、で、まあ、縮めして、終了って形になるんですね。もう最初と同じようにですね、まあここまでもいいんですけど、右側が、こっちですね、こっち側が、14ミリで、左側が17ミリを使っていきたいと思います。はい、こんな感じですね。一応念のためしっかり見る時にはトルクレンチかなんかで規定トルク指定しているトルクを締めればいいんですけど、まあ、大体慣れてくるとこんな感じかなというのが、まあ、いいかなと思います。はい、じゃあですねあとは、まあ、空気を入れるだけなんですけれども、もともとあったこちらのこれはいらないですね、これを戻していきたいと思います。蒸しゴムですね。付属でもこういうのついてるんで、これでね。ではですね、今ね、こちら、蒸しゴムの芯なので、今からね、空気を入れていきたいと思います。で私が、まあ、使ってるやつは、こういった空気入れですね。これ結構安くてネットで買ったんですけど、ゲージもついてて、いいので、これを使って今回入れていきたいと思います。指定空気圧が 0.4 ということで 0.4 まで入れていきたいなと思います。大体なんですけど、0.4、0.5 をちょっとかけるぐらい入ったので、これでよしにしたいと思います。一応これで緩んでないかどうかもう一回確認して。
感じでですね、今回は、先輩のですね、バイクのフロントタイヤの交換をしてみましたという動画になります。私の座機帳みたいなものなので細かい説明なんかは、全くありませんが、最後まで見ていただいた皆様、本当にありがとうございました。またですね、自分の動画の編集とかね、撮影のスキルを上げるためにも、私、こういう撮影自体もね、結構今、勉強したいなっていうタイミングなので、どんどん上げていきたいなと思います。また新しい動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。